your pants. これから先ね、はい、じゃあ僕は会社のために YouTube 始めたんだけれども、うん、YouTuber として失敗するわけにはいかねえと、うん、ね、そういろんなこの手段を講じなきゃいけないでしょ、大人だから、うん、まあ、失敗と成功の線引きも難しいけどね、うんうん、これがさ、まあ、要するに機材投下したんだからそれぐらい回収しろよって話だけど、うん、これさどうするかなと思って、まあ、チャンネル登録1000人か、やっぱり線引きは。そうね、うんうん、でみんなのね、YouTube のみんなのを見てると、うん、今みんながやってるのって、要するに僕らが放送作家になりたての時にやってたネタとか、うん、出したその会議に、ね、出したネタとか、うん、ここでボツになったようなネタをやってらっしゃると、うん、でもこれって僕らの経験でいくとどん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 ハードル上がってくるのよ、うん、ネタの。だから行き着くとこまで行っちゃったらもうできないよねっていうのって、うん、割とネタものってあるんですよね。まあ、あのメントスコーラとかそういうやつもね。そう、うん、で僕らずっとさ、そのバラエティやってきて、うん、まあ、今まで怒られたことなんてすげえたくさんあるんですよ、うん、あの罰ゲームで、負けた方のやつの携帯電話を天ぷらで揚げて風船で飛ばすってことやったことあってテレビ朝日だと思うんだけどもね、当時そんなことを怒られるとも思ってないから、いいと思ってやるわけじゃん、うん、で番組で天ぷらにあげてバーって飛んでくるわけでしょ、風船で、うん、そしたらその次の日にそのドコモとかさ、うん、AU からクレームが来るわけ、局の直接、うん、ね、携帯電話は、うん、天ぷらであげるもんじゃねえって言ったわけよ、これで仕事が怒られるでしょ、うん、そうするとさ、あ、やっちゃいけないんだってなっちゃう。これが今の YouTuber の皆さんがネタをいろんなこと考えてやっていって、うんうん、でやりゃ炎上して怒られてっていうことなのよ、うん、当時はほらまた炎上ってシステムなかったからね、今はまあ炎上したら成功みたいな感じになってるもんね。そうそうそう、でもあれもほら炎上のラインをさ超えると思うとダメじゃない、うん、で僕らは炎上じゃなくて叱られるっていうやつだったので叱られて済めばいいけどね。そう、今難しいと思いますよ、ね、もう迷惑系っていうレッテルになるともう逮捕までいっちゃうからね。そう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 、確かにねって、携帯電話って天ぷらであげるもんじゃないねって言って、うん、次の週の会議でプロデューサーが実はこんなことがありましてっつって正気に帰るんです。そうそうそう、でこのプロデューサーは二度と怒られたくないと思うから、うん、このプロデューサーもほら上から怒られたでしょ、うん、でこの上の人はスポンサーに怒られたから、うん、電通とかね、二度と怒られたくねえとで怒られたのはこいつらのせいだと思ってるからすごく険しい顔するわけよ、うん、だんだん生きていくの辛くなってきたねっつって。だから罰ゲームが急に弱くなったのって、うん、2000年代に入ったらもう、まあそうだね、うん、あの2チャンネルっていうのが普及してから、うん、そのみんなで声かけてさ、スポンサーに直接さクレーム言わせるみたいな あれが出たでしょ、うん、あれからじゃないかな、うん、でも今の YouTuber はね、そうやってまあ上から怒る人もいないから、行くとこまで行くといきなり逮捕になっちゃう。なるなる、超えるからね、一線を。ほんとね、いっぱいあったよ、いろんなことあの、これ放送じゃないから言ってもいいんだろうなと思うんだけど、うん、ちょっとまずかったら誰かに聞いてみて P かぶせるけどさ、うん、あの日本テレビの生放送でね、うん、番組やってる時に、うん、企画でね、あの女性が強くなってきた時代だったから、うん、人身売買ならぬチンチン売買っていう、ね、うん、金持ちの女社長が来て、うん、ここ出てきてる男の子たちにね、この値段をつけるときはやろうかって、うん、生放送でね、まあ、普通に聞いてるよ、面白いじゃん、うん、なんとなく、うん、やろうかって生放送でっつって、で生放送のその日になって、まあ、テレビ番組っていうのは考査っていうのがあってね、うん、あの部署があって、うん、すげえ濃い連中が、うん、お前そんなのやったらどういう目に遭わされるか分かってんだろうなみたいな言うわけ、すごい厳しい大人たちがいるの。黄砂から呼び出されて、うん、番組のプロデューサーがね、うん、で、あの人身売買、まあ、その前に札付きが悪だったからうちら、うん、ずっと目つけられてたんだけど、あの人身売買ならぬってどういうつもりだと、うん、こんなの放送で使っていい言葉じゃねえだろうって、えって僕らほらそんなの分かんないから、うん、普通に、あ、そうなんだと思って、でプロデューサーが帰ってきて、皆さんお知らせがあります、うん、人身売買という言葉は一切使わないでくださいっつって、うん、あ、ダメなんだダメなんだって僕らねダメなんだ、分かりました分かりましたって、ね、怒られるの嫌だからね、うん、はーいっつって、うん、生放送実際始まりました、うん、ね、
そしたら生放送の前に VTR が流れるとよ、うん、今回のテーマは、うん、あってそのドア玉に今週はあって人身売買ならぬ人身売買っつってナレーションが載っててスタジオが全員ずっこけたっていうなんでそれそのまま残ってたの分かんないんだけどおいおいってみんな罪なすりつけ合ってるんだけど、まあ、責任はねその V 作ったディレクターなんだけどさはーいって手挙げてたの俺見てんだけどねで次の日またしこたま怒られてああ、えらい目に遭いましたよひどいねこれはそんなこといっぱいあったよ、うん、あのそれってね久本雅美さんとトムさんが生放送で MC やられてた番組なんですよ、うん、日本テレビのね危険なことばっかりあの考えついててまあ、作家が僕とサメ肌ボンジュさんっていう、うんまあ、大体同期ぐらいのね、はい、作家さんであとはあのワハハ本舗の姫はじめちゃんっていう作家の子がいてまあ3人とも若干頭がおかしいので出すネタがそんな系なのほとんどがでやっぱね何でもできた当時はあの何があったかな、まあ、言われてみればそれはわははが舞台でやってたようなことをテレビでやるみたいなもんですねそうそう生放送で放送禁止用語を考えるっていうよくわからないことをやったことがあってこれ何年くらい94年とかかな、うん、あ95、6年か、うん、95、6年かな、うん、で生放送でね放送禁止ギリギリのラインを綱渡りするっていう企画 でその中でね、まあ、当時も伝説だったんだけど、うん、沖縄国際マラソンだったかな確か、うん、日本テレビの伝説的な実況があるわけですよ、うん、沖縄の那覇市なのかなあれあの湖があって、うん、湖の名前がねマンコって名前なんですよで、そうなん？そうなの。でその沖縄国際マラソンかなんかのマラソンの実況が、うん、さあ今ゆっくりゆっくりとマンコが見えてまいりましたっていう名実況があるわけあ、そうなんだそうなのでそれを流すんだ流さねえんだっていうことで揉めたりとかする実際流れてるんでしょそう一回は流れてんだよ、うん、名実況として、うん、だからそれを僕らもいや一回流れてるんだからいいだろダメだってこうこうずっと押し問答して結局勝ったっていうそれは応援させてもらったりとかあ、そうなんだそうマンコやるかやらないかでそう名実況ねさあ今ただいまゆっくりとマンコが見えてまいりましたっていうこれ決してスケベな言葉じゃないよ、ね、地名だから地名だもんねそうあとはね沖縄では、うん沖縄で女性のあそこをなんて呼ぶかっていう話になるわけですよスタジオの中でねでねなんかホーミーだっつうんだよえホーミーって名前だよ、うん、そうするとえじゃあもしかしたらあの、トヨタでいうところのハイエース、うん、ワゴン版みたいなやつは、うん、日産に置き換えるとホーミーって車なんですよ、うん、あれって発売されてたのって話になってだからあそこだけ名前が違ったんじゃないのっつってへみたいな、うん、結構そういうね不思議に思うところをねしっかりやってたんだけど全部放送禁止用語でね、うんうん、あと絶対放送できないようなアーティストをお迎えして生ライブをやらせたんだけどその人は在日の方でずっとその、うん、北と南の友好のことを歌われてるあのアーティストの人がいてね、うん、名前忘れちゃったんだけど赤いマフラーをバーって広げながら、うん、あの自分の体をその半島に見立てて38度線を赤のマフラーで示したりするわけですよあの人ねあの知ってる千歳烏山の不動産屋の人あそうなんだそうでこれって俺たちじゃもう判断つかないじゃんこんなののギリギリなんていうのは大丈夫かこれっつってあと調子に乗ってその番組で年末の大晦日の番組やらせてもらったのかな確か、うん、ただ花電車ってわかります？うんはいはい花電車ってね、はい、昔の、ね、まあ伝統芸能、ね、もう大昔の伝統芸能だから今ねやってるかどうかわかんないんだけど、うん、あの女性がね、うん、あのあそこで吹き矢を飛ばしたりするみたいな芸をする、ねうん、卵出したりとかね、うん、人がいらっしゃる四谷桃子さんつって、うん、でその人をね生放送で大晦日でめでたい芸だからやろう伝統芸だからっつってでもうみんなワクワクしてるわけじゃない、うん、すげえな本当にできるのかって吹き矢であの風船割るんだよねっつってみんなワクワクしてるのに、うん、生放送直前になったらその偉い
方々が、うん、お前ら何考えてんだっつって、うん、お前曲ぶっつぶつつもりかっつっていやそんなつもりは毛頭ないですよみたいなまだ押し問答があって言われて直前まで誰も やめようとは言わなかったそうそうそう、うん、押し問答があって、うん、結局それは我々はもう勝つことができず、うん、でもせっかく来ていただいたね、うん、もう来ていただいたからじゃあ我々だけで楽しもうっつって放送もないのにないのにないのにギャラ払ってそうそう来ていただいたからねもうじゃせっかくだったら見せていただこうおシュッパンおーっつっておーすごいね伝統芸ってそれ日テレなんですか日本テレビね日テレで、ね、70年代だったら 11PM とかでねそうやってたねだからさひよっちゃってさ、うんまあ、大きな会社だからね、ねまあ、みんなが生活、ね、しなきゃいけない会社だからそりゃそうなるんだけど、うん、いろんなことがあったよ、うん、そう考えてみたら今の YouTuber ネタ作っていくのって大変だなまあと思ってまあね、自分から規制をかけないとね、うん、何が危ないか分からないもんだよね、まあ、僕らはね職業だからさ、うん、言い悪いの判断つくから分かるんだけど、うんうん、だからちょっとね超えちゃう人見るとハラハラするよね見てる方で言うと、うん、まあでもねそんな中でも我々もね YouTuber として勝っていかなきゃいけないのでうちの息子をねあの今18歳で今年まあ大学1年生なんだけど小学校を卒業するときに、うん小学校の卒業式で、うん、生徒が一人一人壇上に上がって、うん、僕は将来何何になりたいですっていうコーナーがあったんだよ、うん、だからそれ小学校6年その時12歳だから今が6年前か、うん、で、あのその中で問題のある子、うん、授業中うるさくて授業を壊すとか、うん、そういう子だけを集めた学級っていうのがあるわけですよ、うんでうちの息子とかは真面目に将来は大工さんになりたいですとか言うんだけど、うん、そこのあちょっと特殊な学級の子たちが、うん、暴れん坊たちは暴れん坊たちが壇上に上がって、うん、僕は将来 YouTuber になりたいですって言ったんですよ、うんうんうん、でその時生徒の中で YouTuber っていうことを発する子はその子しかいなくて、うん、みんなまたあの子おかしいからバカなこと言ってるってひょっとしたらとんでもないねそいつがね一番出世したかもしれないって今にして思いました今うちの事務所に所属させましょうかねえね今どうしてるか分かんないんだけど、ねね、立派な YouTuber になってたら大変なことだなと思って